よっしゃ、はい、もうシンプルサビラで録画サビオンもいるし、録画開始開始いやーボケベイガーもやりたい。バッキーはい、カップ延長できず。でも勝った。またキャリーしちゃうのこの試合、俺サミラで。そうだよ。あれよ思った。相手のジャングルジェイス。うん。やるやん、ツイストベイト。やっぱり6連勝してるだけあるわ。あるね。さあ、スローを入れまして。うーん、振りかぶってまた明日。はい、ノックアップ。はい、フラッシュダウン。イグナイト中に見食った。うわー、4発目。うわー、ジェイスだ。うわ知りたくない。あーはい、スロー入れて。うわー殴れー。当て一発、当て一発が、うわー惜しい。やべ、ジンの金が2000円。ナイスナイス、リコール阻害。でもこれ簡単に行くやろ。あ、行くね。いやお金が欲しいね。何だっけ、笹さんのやつ。それね、すごい助かる。あ、それだ。あ、それ助かる。ヘンディさんか、どっちかっていうと。そう。これね、助かる。これ取ってくれるのすごい助かる。ラスト始まるらしいよ、ストリーマーラストも。そうなの？だから。いいよ。特大ゾーニング。取りたいね。取りたいよね。5になって、はい、5。俺が受けてる、俺が受けてる、俺が受けてる。からの、俺が受けてる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 。殴る。ウィーバリアー、ナイスナイス。あ、やば、さすがに無理です。さすがに無理です。俺の高度なバリアベイトがフラッシュを吐くことにより相手にはもう絶対あ、こっち死んだわっていう顔させるやつ。やっぱりね、スレッシュのね、外枠はね、軸割りしなきゃ。アーダンのガントレットみたいに。うん、ゾーニングしようよーん。よーにょーん。もうもう。大丈夫だよ。いい気づらしちゃった。いやあ、あいついい使わねえな。さすがに。いや、ジェイス甘えたらぶっ倒す。お？ん？それ甘えてないかねー。よいしょーい、力尽きー。いい。ドエイ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 。もうかね。うわ、また来た。
ナイスじゃん。ん、なんかワンチャンあるぞこれ。ワンチャンあるぞこれ。あーあーりょうはぜよー、あれはぜよー、ミニオンダメージ。あ、ナイチュアーアニョハゼヨーアニョーアニョーアニョハゼヨーナイチュアーハツアーあ、ごめん、ニコア全然いいよ。またニコアになっちゃった、ごめんね。いつもニコアなんだ。いいじゃない。ランタンちょうだい。いいよ。うん。やばい、なんかめっちゃ下ネタ言いそうになった今。シンプルに。うん。すっごいタンクしてる今。あれなんかすっごい戦ってる。誰も止められないダイバー。天才や、ヘルス管理。ヘルス管理天才やって、それ任せろり。ダブルキルしてる下も。ガチかよ。美味しいとこ取りあり入れてさっきからね。それでキャリーしてると勘違いするんだから。あいつイチゴとか食べるとき多分先端から食べるタイプや、あの甘い部分。あ、なるほどね。でもどっちから最後に残しておけよな。どっちで食わない、イチゴって。ん？いちごって一口で食わん？でっかいいちごあるやん。ああ、甘おみたいな。そうそう、まあ、で俺はあの端っこからジュブジュブやっていくけど。やばすぎ。ジュクジュクすんなよ。ジュブジュブジュブって。おお、対マンできると思うな俺と。うら、逃がさんぞ。アミラスタックたまんなくて難しい。そんなあなたに私がよくやっている最速コンボをお伝えしようかなと思います。まずですね、相手の方まで近づきます。で、A から入ります。基本的に A から入ります。 A から入って、で、これこうしてこうです。で、これでこうで、はいはい、違う、あ、やば、はい、おお、何何これ、あえ、何、ちょっと今洒落てるやん。ね、洒落てたね俺。特急レックス号発車します。わかりました？コンボ仕方。ジェスコイ、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 ジェスコイ。ウィキルパク。一瞬で溜まったでしょ。これです。これコンボ知っとけば誰だってできるんですよ。次のパターンやりましょうか。これね、あのスタックを通常で何発打ったかによってコンボが変わるんですよ。通常ってか通常9と。で、次のパターンをお見せしましょう。全くわかりません。素直でよろしい。何回か動画出してんだけどね。最後のコンボ代わりに教えてあげるか。まずこの3スキル入れて。ま、死んだ。ま、通常結構今3スタックだからこれは。待って、クソボン！3スタックの場合はこれまずこうして。あれ使わないかな。いや、今使うか。ちょっとチャームゴミミスったわ、普通に。じゃあレックス君が死んだからや。何よ、の、コンボを教えしますって言って2割やったやん、今もう HP。いや、てか俺当たったと勘違いしたな。あーリーラン、あーリーラン、あーフフ、キル発生？イエス。サイオンのコンボ把握できた。そうです、あの敵から困ったら逃げてくださいって。そして殴り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 、これがサイオンの戦い方。そしてあとはもうサミーラがお尻を拭いてくれると。お尻を拭くだけと。え、いった、いけなかったわ。ちょっと俺もう自分で拭いてくるわ、ウルトで。あ、まあ、取っちゃった、やべ。ナイスナイス。
まあね、この W はね、コンボに入れたらマジ一瞬でたまんだけどね、もったいないんだよね。もったいないんだよね。あ、それね、もったいない。これね、相手のスキル防げるからね、こう W コンボで使うのはちょっともったいない。でも速度出そうと思ったらいるんだよ。いや、まだ戦ってる。いや、なになになに。やばい、これみんな死ぬやつや。爆発した俺。なんか誰が痛いの？ジェス。なんか適当にやってるから。俺と対マンしようぜ。もう逃げんなや。おい、逃げんなや。うん。うわ、変なんて出た。逃げて。あなたの HP はもうゼロよ。これスリッシュがね、いるのがね、マジうざい。マジうざい。そっち行くと思うやん。くそー。いや、待って、ギリしなかった、だる。うわー、マジ今の。うわー、全員やれたわ。みんなら凱旋でね、回復して。うん。マジかよ。ナイス。ADTF 楽しそうだな。いいかったのダリーな。いや、マジで落ちんだな。ん？落ちん。アセトン。アセトン？アセトン。よね。こっちオールエディなんや。うん。貫通積んだ方がよかった。ないか。まあ、俺いるし。ん？俺いるから。なんとかなってたぞ。え、3スキで物理防御4秒間 20% 低下できる。最高やん。ナイスナイスナイス。ダブリで防いであげて。ダブリで防いであげてー。チャーマー俺が受ける、スネアも俺が受ける。はい、スロー入れて、かっ飛ばせー、かっ飛ばせー。うわ、痛すぎー。うわー、あれだな、見てたでしょ、んなの。うお、うまっ。すごい、武士の間合いやった今の。いや、マジで。オッケー、多分ヘラルド出ちゃった。奪ったんだった俺味方から。せや。忘れてた。おもらしさん。行くぞ行くぞ。お兄さん、次のパッチっていつからかわかりますか？来週の木曜日からです。ね、アーリーね、こっち来るからね。あ、いらっしゃいませ。フラッシュで、フラッシュで来るから、待っといてあげて。もう今1スタック溜まってますと。1スタック溜まってるときはどうすんのっつって、あのバロン行きましょう。エクサ、はい、エクサ落ちてください。任せてください。なんかムカつくな。ね、それな、思ったよね俺も、つくづく最近。おい、勝俣、勝俣で、まず CC 見ます。相手の CC 見て、乗っけてあげて。CC 見て乗っけてあげて、回ってあげて。いや、ちょい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 、ナイスー、デディー、デディ回ってあげてー。いいじゃない。うう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 うギリギリですねー。さぜ、玉が痛いよ。痛いよ。絶対言わなさそうなマスオさんの言葉選手。マスオさん言わんな。
俺のヘラルド生きてないこれ。いけヘラルドドーン。ダンスしない。これヘラルドダンスせんやろ。本当だ。ヘラルドダンスしないんだよね。なんでだろう。これ動画として成り立ってる俺。成り立ってないね。でも動画化しようよ。そうだよね。そうだよね。ダメージも出てるしほら。いやコンボちょっとコンボ解説してくるわ。ちょっと待っててレックスくん。1分で終わらせてくれ。1分でわかるコンボ解説。オッケー。じゃあ俺あの外バタコさんしてくるわ。外バタコさんどうぞ。じゃあちょっとすぐ解説するからね。ちょっと待ってね。まあもう何度目か動画見てる人は何度目かの話かわかりませんが、やっていきたいと思います。よし、じゃあ俺は外バタコさん行ってくるわ。えらい。20秒で戻る。オッケーオッケー。オッケー、二度と帰ってくるんだ。聞こえてないんだ、本当に。本当に聞こえてないじゃん。脇汗ペロ兄さん、毎回見てるけど早くてわからない。わら。毎回見てるけど早くてわからない。そんなことないでしょ。はい。敵のダミーを置きます。ダミーらは6スタックでいけるということは、通常9、1、通常1、通常1、これでウルトが打てますね。これを3つのスキルを組み合わせてやりますと。一番簡単なやつ。1、2、3。まあ、3、2、まあ、まあ、3、1、通常。まあ、これ一番簡単ですね。で、まあ、2個溜まってますってなったら、2を使いながら、3、1、通常、アルティメットですね。で、最速。最速が A から入って1、2、3、1、5これです。わかります？ 1、2、3、5はい、まあ、ここ3、1だけどね。3、1連続でやるけど1、2、3、1、通常、こうこれだけやね。1、2なら2を使いながら3、1、通常1、2、3ならもう何でもいい。もうこんなんでもいい。3、1、2、適当に打ってもいい。1、2、3。もっとゆっくりで。これ、ゆっくりやったらコンボになんないんだよね。これ2が2回反対あるの分かる？これ。1、2、2って。だからこう、2、3ってやったら、たまんのよ。それを話した方がよかったのか。これ1個しかたまんないじゃん、これって。こうやってやっても。1個のスキルだからね。なんだけど、2の間に2の1回目の後に3を挟むと、だからこれ。今通常も入ったから4スタック溜まったけど。こんだけ溜まんのよ。で、これを3、1、通常ってやると、B まで溜まるわけ。なんで、通常から入って、1、2、3、1、通常、こう。OK？ 大丈夫そうですか？まあできるなら、まあなんかね、いっぱいスタック貯めて、まあこうやってやって、まあアルティメットとか打って、後に倒しきれなかったら、またこう、こういう感じで、やれば、勝てますと、いうところで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。